では続いては JPX デリバティブフォーカスのコーナーです。お電話でお話伺います。今日のお話は森田アソシエイツ代表森田隆弘さんです。皆さんこんにちは。森田さん、おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそ、森田さんにはやはりゴールドのお話を伺わないといけないんですけども、はい、やっぱりどうでしょうかね、先週あたりちょっと底堅くはなってきてますけれども、やっぱり上値がどうも重い、はい、やっぱり金利を気にしているマーケット、まあ、その影響が出てるんでしょうかね。そうですね、やっぱり特にアメリカはですね、金利上昇がまだしばらく続くという見通しを受けて、はい、ここ数週間実は価格の下落傾向が続いているんですね、はい、ただですね、ぜひ見ていただきたいんですが、はい、昨年に比べるとですね、実は金価格っていうのは底上げされたレベルで推移しているんですね。あ、はい、でこれはもちろん金利という逆風ということがありますが、うん、一方でですね、実は非常に、需要が堅調であるというポジティブな、理由もあって、底を上げされたレベルでですね、現在も金価格が推移されているというふうに考えております。需要は底堅いものがあるんだということですね。それを見逃しちゃいけないということですか。そういうことですね、はい。その総需要なんですけれども、ちょうど2022年通年の、はい、木の需要が出ましたので、はい、ちょっと見ていただきたいんですが、はい、まず総需要の方ですね、うん、これは分野別と、総需要両方見ていただいてるんですが、その、うん、色分けしている部分が分野別ですね、うん、これ下の方にどういう分野かっていうのは見ていただけるの分かります。あとは折れ線グラフの方はですね、これ総需要を表しております。あ、はいはい、これを見ていただきますとですね、まあ、コロナウイルス発生以降ですね、2020年は確かに低下した、しましたが、うん、その後、急上昇しております、うん、もう完全にコロナ前のレベルを超えるまでになったっていうのがこのグラフから分かっていただきたいと思います。はい、これを牽引したのはですね、実はちょっと一番右の2022年のグラフを見ていただきたいんですが、はい、一番上のこの赤い色の部分ですね、はい、これ中央銀行の需要なんですね。これですね、中央銀行、これが大きく増えているのと、はい、あとは、その、下に来る紫の部分、紫の部分、はい、はい、これは地金、それとコインですね、これも2019年と比べていただくとかなり増えているということが分かると思います、うんうん、はい、この2つの分野が、全需要を大きく牽引したということになります、うん、中央銀行の買い、金の地金金貨の需要、そうですね、金、はい、これが伸びて、この2つが、はい、牽引したということですね。でこれはもちろんそれぞれ理由がありまして、はい、もう少し詳しく見ていただきたいんですが、その中央銀行、まず中央銀行ですね、はい、実は中央銀行はですね、昨年、1236トンという過去最高すごいですね、これね、一番右側の立ってる部分が、はい、僕ら過去の最高の倍ぐらいの量をです、ね、これまでの過去最高の倍ぐらいの量を購入しております。でまた少し右側を見ていただくと緑色のバーグラフが続いておりましてですね、これでですね、昨年含めて13年連続して、中央銀行は金を購入しているんですね。おー、これ13年間、はい、でこれ理由はですね、いわゆるその地政学リスクの上昇を含むマクロ環境の不確定、うんうん、あるいはインフレが上昇をしているためですね、多くの中央銀行が保有している外貨準備の安全性をさらに高める必要性があるということでですね、金に目を向けたのが、最大の理由であります。でまた少し真ん中の部分ですね、グラフのちょっと赤いバーグラフが結構長いですね、たくさんありますね、これを見ていただく、実は
中央銀行はですね、1970年代から2000年代まで、この時期はどういう時期かって言いますと、米国あるいはドルへの信頼が高かった時期なんですね。あ、はい、この1970年代から2000年代まで実は多くの金を売却したんです、うん、しかしあの2008年に皆さんご存知リーマンショックが起きて、はい、その次の年にユーロのソブリン危機が発生して、あ、そうでした、いわゆるあのドルやユーロに対する信頼が低下したがために、うん、まあ、あの中央銀行は再び、まあ、金に目を向けて購入を再開したということですね、うん、まあ、あのそういう意味ではですね、うん、まあ、金はドルへの信頼を図る鏡でもあるというふうなことも言えるかというふうに考えております、うん、はい、あのそういった意味ではあの、まあ、あの中央銀行はですね、世界情勢を見ながらですね、まあ、金の購入を、まあ、あるいはその売却を決めておりまして、うん、現在は、まあ、あのドルあるいはユーロの信頼低下を受けてこのような状況になっているというのは歴史的な流れであります、うん、ある意味ではドルへの信任がかなり低下しているという、はい、ことになるんでしょうかね。そういうことになると思います。はい、具体的にどこの中央銀行がというのがこちらに出てますね。あの、はい、あの2022年で申し上げますと、一番大きく買っているのは、トルコの148トンであります、それ以外に中国、インド、エジプト、カタール、等であります、であの、じゃあこれまでどのぐらいの金をあの購入して保有しているかということを、まあ、トップ20をちょっと見ていただきたいんですが、はい、こちらあの、左側は国名が書いてなって現在の保有トン数、それと、まあ、外貨準備における、うん、まあ、金の割合ですね、はい、それがあのそれぞれあの、記述されておりますが、これを見ていただくとその赤い字文字の部分ですね、これは実は先進国以外でありまして、うん、あ、そういうことですね、はい、実はここはあの20年ほど、その金の購入を増やしているのはほぼ、この赤字の国であります。はい、はい、でそのトップ20の約半分を占めております、うん、でこういった国は先ほど申し上げましたように、ドルとかユーロだけではなくて、うん、もう少し外貨準備で安全性を高めるためには金も保有した方がいいということで資金を増やしてきておりますが、ただ外貨準備における割合をちょっと見ていただきたいんですが、例えば中国 3.5%、うん、ありました、中国7番目ですかね、はい、3.5% ですね、インド、はい、10番目、はい、はい、8.1%、まだあの、はい、上の方を見ていただくと欧米に比べてまだまだ低いんですね。ああ、そうですね。ですのでまだまだあの増やしていく余地はたくさんあるというふうに考えております。一番上のユナイテッドステイツが 67%、はい、ドイツが 66%、 それに比べるとまだまだ低い、はい、ああ、ですので、まあ、あの中央銀行セクターこれからも買い続けるというふうに考えております。はい、そして、そしてもう一つの、まあ、地金した分野である地金コインですね、はい、これも見ていただくと、まあ、2022年はですね、左側も右側も、まあ、これ数量ベースと金額ベースですが、昨年に比べて少し増えております、はい、で昨年の2021年ってどういうレベルかってこれ過去最高に近いレベルなんですね、うん、ですので、昨年もですね、引き続きかなり高いレベルの需要が出ているということ、うん、で明らかに、コロナ前に比べてかなり上昇している需要が、ことは分かると思います、うん、はい、で理由はですね、これもあの中央銀行に似ている部分があって、うん、まあ、世の中の不確性が高いということ、それと、これはあの消費者が買うあの商品でありますので、やっぱりインフレが上がってきております。これかなり意識して、でそのためその金の、まあ、いわゆる資産保全、効果、うんうん、これを意識してあるいは実感して買ってる、うん、あの消費者が非常に増えているということが、うん、はい、こういった現象になっております。うん、まあ、公的機関中央銀行が買うで、個人はこの地金コインにまた向かっていると、
そういう形なんですね、流れとしては。はい、そうですね、資産保全、背景にということですかね。そうですね、はい。で、相場的には結構重要なのはETF だと思うんですけどね。そうですね、はい、ETF は逆に、言いますと、2021に続いて昨年も流出しているんですね。でこれは理由はですね、ETF の多くを占めるのは実は機関投資家なんですね、で彼らは実はインフレ対抗手段をたくさん持っておりまして、インフレよりも金利上昇に非常に敏感であるということですね、そのため実は、このような、流出が起こっているわけであります。しかし残高を見ていただくとですね、これは折れ線グラフの部分なんですが、まだかなり高い、レベルで維持されております。あ、そうですね。これは、これはやっぱり特定のヘッジ目的、インフレ以外のですね、目的を持って入ってきている機関投資が多いものですので、彼らは金利が上昇するだけでは売却はしないので、保有を続けているということでですね、確かに流出はあるものの、コロナ前に比べるとかなり残高が増えているという状況ですね。わかりました。その他のちょっと、最後のところで、保証金、保証金一番大きな分野ですが、これは一言で申し上げると、やっぱり中国のロックダウンの関係で、大きくは伸びておりませんで、コロナ前には戻っておりますが、ただもう中国はゼロコロナ政策を解除しましたので、これから大きく改善するというふうに考えております。そうですね、はい。これから経済政策も発動されるようですから、景気が回復すれば、この保証金の需要を中国でも起こってくると、そういう流れで見ていけばいいんですね。回復基調に戻ると思いま ですか、それを受けて金の市況も、強含みが続くという形になってくるんでしょうね、相場。金利の影響はあるにしてもやっぱということでですね、底上げされたレベルで推移していくというふうに考えております。わかりました。どうも、森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一旦コマーシャルです。